フィジカルラジオ体操第1。皆さん朝から健やかになってください、アスリート用ラジオ体操です。ちょっとだけきついかもしれません。でも朝に健やかな気持ちになるような爽やかな運動です。皆さん朝から爽やかな気持ちになりましょう。まずは那須川天心のジャンプ腕立て伏せ。心機一転、朝が始まります。気持ちいい朝の始まりです。健やかな気持ちで腕立てジャンプです。そして腕立て伏せから回転。こちらも那須川天心がやっていたような激しい運動です。いいえ、激しくありません。アスリートであればこれぐらい普通の運動です。朝ですからね、体を大きく動かしていきます。次は四つ這いからの回転。自分の体を回転させていきます。腰切り運動。腕立ての状態から腰を切って左右にジャンプしていきます。気持ちいい朝ですね。ここからですよ、はい、次は開脚からの回転。股関節の柔軟性も非常に大事です。健やかな朝、朝だからこれぐらい股関節動かさないとね。膝立ちからのジャンプ。腸腰筋を使ってももを引き上げてジャンプしていきます。腸腰筋なしでは健やかな朝はありませんよね。さあ、コモドジャンプです。深くかがんだ状態からジャンプしていきます。股関節を、そうだね、朝だからね、朝だからこれぐらいの健やかな運動はしないとね、アスリートですから。さあ、スクワットジャンプです。そうです、こっからが楽しいですね。楽しんでなんぼのラジオ体操です。皆さんアスリートですからこれぐらいは毎朝やりましょうね。さあ、バーピージャンプです。朝の運動といえばこれ、これぐらいの運動強度が朝にはふさわしいですよね。爽やかな気持ちになってきました。さあ、バーピースクワットです。胸をつけて後ろで足をつける。胸をつけてつま先をつける。幸せですね、幸せですね。非常な幸せな気持ちさせてくれる運動です。朝にふさわしいですね。そして最後まで、もう那須川天心のジャンプで立って伏せ、最後までいきましょう。最後までいきましょう、頑張りましょう。何回でもできますよね。おやおや、シダパンさん疲れてるようですね。疲れたらその場でうずくまりましょう。朝からうずくまるのもこれもまた風情でございます。アスリートならこれぐらいの運動毎日できちゃいますね、お疲れ様でした。健やかな朝でしたね。いってらっしゃい。